第6話夢隠れの里調査任務。倒れていた者の容体は？さくらの手当てのおかげで一命は取り留めたようです。そうか。しっかし、なんでガーラの化けたぬきが？まだはっきりと分かったわけではないけれど、今回の一尾の正体は変化の術の一種。人の生命エネルギーを利用して力を出すよね。その美獣を作るために人を誘拐してるってこと？おそらく。たく、ひでえことしやがるぜ。人の体を元にして美獣を作り出す術か。ヤマト隊長、何か知ってるんですか？あ、いや、暗部の頃になんとなくね。人の体さえあればいくらでも量産ができる。自分は傷つくこともないし、便利な術だね。人を物みてえに言うな。あれ、そんなつもりで言ったわけじゃないけど。じゃあこのハマルもあの化け物を作るために誘拐されたってのかよ。そうだな、その可能性はかなり高い。ふざけんな。だったらなんで早く助けに行かねえんだよ。焦ったところで何も始まらん。少しは落ち着いたらどうだ。こんな時にチンタラしてられっかよ。誰も行かねえってんなら俺一人でも行かせてもらうぜ。カカシ、ヤマト。はっ。これよりお前たちに夢隠れの調査および誘拐犯捕獲任務を命ずる。カカシ、ナルト、サクラ、サイのカカシ班は先行部隊として直ちに現場に急行せよ。それからシカマル、イノ、チョウジはヤマトとフォーマンセルを組み、新生ヤマト班として後方から援護しろ。了解。待ってろよ、このハマル。俺が必ず助け出してやっからな。ナルト、行ってるぞ。よし、俺も急ぐってばよ。よっ。ナルト、急いで。待ってて、さくらちゃん、すぐ追いつくってばよ。ライトンの壁、タイミングを取ってから行くか。ナルト、こいつらは任せた。先に行くんだ、ナルト。ルートを確保するってばよ。
道を塞がれた。大玉螺旋丸。はっ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 。もう少しだったわよ。はっくらっちゃ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 っ。よくもノコノコと現れやがった。だがここから先へは通さない。我が貴様らに引導を渡してやる。貴様を倒して元帥様への供養とする。あの世で己の愚行を悔いるがいい。覚悟。どうだ。なんだこいつ、化け物を呼びやがった。まずは取り巻きを片付けた。ちゃっちゃっ。思ったダメージが多い。私に任せて。ちゃっちゃっ。反撃される。よく動きを見るのよ、ナルト。大玉螺旋弾。よっ。甘い。気をつけた方が。よっ。大玉螺旋弾。はっちゃっちゃっ。さすがにこの程度では歯が立たぬか。仕方ない。我も本気を出させてもらうぞ。化け物になった。あの仮面は怪しいな。どうすれば殺してくるか。わかったわ。大玉螺旋弾。わかったわ。倒れた。頭を攻撃してみるか。ナルト、足を攻撃していれば転びそうだ。よし、足に攻撃を集めるぜ。大玉螺旋弾。よっしゃ、倒したぜ。シャンナラー。よし、帰って報告だ。やるならやれ。我が死んでも
憎しみの火は消えることはない。里を襲った貴様を倒すその時まではな。だから俺は夢隠れの里を襲ってなんかいねえ。あの九尾が何よりの証拠。人中力である貴様の他に誰があの九尾を操れるというのだ。それはせめて最後は差し違えてでも貴様を地獄に引きずり込んでやる。それがこの里で生を受けた我の誇りだ。何よこれ。チャクラを感じる。ただの霧ではないようだね。大佐、ヨミト、まだ死ぬには早い。仕方がない、勝負は一旦お預けだ。なんだ。お待てよ、まだ話は終わってねえだろ。この先に幻獣の森と呼ばれる場所がある。そこでこの俺がお前の相手になってやる。言いたいことがあるならそこまで来い。幻獣の森。逃げるなよ渦巻きナルト。